リトアニア首相、ボルデマラスとドイツ国外相シュトレーゼマンが1929年に会談した際の記念撮影。映っている人々は、コールズボンが明るい色と暗い色の2種類を着用しているディレクターズスーツとは、黒色の背広とコールズボンの組み合わせの礼服を言う。アメリカでは、ストローラー、イギリスでは、ブラックラウンジとも。また、戦艦機のヨーロッパで活躍した。 ドイツの政治家、グスタフ・シュトレーゼマンがトースタイルを導入していたことから、大陸ヨーロッパ諸国では彼の名をとってシュトレーゼマンと呼ばれる。欧州などでは、フロックコートやモーニングコートよりも格下で、夜間のタキシードとともに昼間のセミフォーマルとされる。ブラックスーツが略霊装とされる日本においては、それより格上の巡霊装とされる。 欧米で流行した重役の執務服であり、日本ではブラックスーツの上着とモーニングのコールズボンを組み合わせて商品化されたもの、文化出版局の復職辞典による一般的な装い。ありがとうございます。